俺の名はオレンジ侍。オレンジが大好きでオレンジばっかり食ってたらなぜかこんな姿になってしまったんだ。みんなもオレンジの食いすぎには注意してくれよな。俺は何の目的もなく旅をしていたら、旅の途中でトカチという少年に出会った。彼もまた俺と一緒に旅をすることになったんだ。なあトカチさんよ、腹減らねえか。ああそうだな、ココスでも行きてえな。ああハンバーグ食いて。俺もだ。今日こそ奴らの息の根を止めてやる。はい、バッド星人様。よし、貴様の出番だ。ガタのゾウはよ。はーい、僕の出番だね。お前はかつて何者かによって支配されていたな。だがもう大丈夫。私の元に来れば幸せになれるさ。え、ほんと嬉しいな。だがそれには条件がある。ニックキオレンジ侍とトカッチを倒してくるのだ。僕に任せて。僕はめちゃめちゃ強いんだぞ。やつならやってくれますでしょうかね。ああ多分な。けどやっぱココスより貝が食べたくなってきたぜ。ああ貝か、いいね。お、でかい貝がやってきたぞ。オレンジ侍にトカッチだな。ぶっ殺してやるぜ。よし、貝だ。早速料理して食べようぜ。え？うん、ドドドブッシャー！なんで僕を撃つの？僕まだ何もしてない。貝が喋るな！死んだよ！貝が喋ってんじゃ、食えねえじゃねえか。チクショー、息の根を止めてる。やめて、ブッシャー！ブッシャー！これで死んだな。さあ、食べようぜ。ああ！さあ、食おうぜ、食おうぜ。ああ、食おう！カブ！うん、ブーえ！うん、ブーえ！なんだこのまずさ！ああ、信じられないまずさだ。うーえ！僕を食べるから罰が当たったんだよ、変だ！うるせえ、ブシーだ！